はい、どうも、セイリーです。KOF98、アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。今回はゴールデンウィークのイベントね、青い鯉のぼりを集めるっていうイベントですけど、まあ、それの、途中経過というか、この辺りでね、一発赤コアでもね、変えていこうかなと思ってます。で、とりあえずね、これイベントはもちろん僕フル消化してるんですが、一回もこの青い鯉のぼりまだ使ってないんですよね。で、今113個溜まってて、まだまだ、溜めていけるんですが、あの福袋売ってたじゃないですか。あれの賞を、毎日買いました、僕。3つね、毎日1日1個ずつ、賞だけ買いまして、で、ちょっとこれ開けていきましょうか。福袋賞。これね、2つ開けたんですけど、最後の3日目のこれ分まだ開けてないんで、まずこれ分けて、ここに青い鯉のぼり入ってますから、30個ね、取りました。これで今現在僕の持ってる青い鯉のぼりが、何個かな、まあ、課金ボーナスとかも あったんで、それも取ってるんですけど、今んとこ140個あります。で、最終日に全部ね、これ最終日に、どれだけ溜まったかを見てから、一気に交換しようと思ってたんですが、やっぱ途中で交換していく方が調整しやすいかなと思って、まあ、このあたりで、当初目標やった赤のコアですね、これ特急コアを1個変えようと思ってます。で、機能の方も欲しいんですけど、この赤機能ね、まあでも先に赤コアの方がいいかなと思って、僕はまだ赤コア1回も1個も取ってないんで、今まで取得したことないので、まあ、この辺りで一発ね、特急コアを取っていきましょうか。では初、特急コアいきましょう。1個ね、60ですよね、鯉のぼり。60は結構でかいけどね。まあでもこれはやっぱ欲しいんで1個取りましょう。よし、取った。で、これ選択って書いてるんですが、種類はランダムみたいなこと聞いたので、なんか図鑑見てみたらね、結構種類があって、この図鑑で、でまあその種類によって、もちろんステータスとかも変わりますので、とりあえずちょっとね、箱だけ見に行こう。まず、2つ1か2か選択できるって書いてますけど、防御 HP か、攻撃 HP にできるっていうことか。で、種類は、残爆、陰忍、白球の中からランダムで1つ。で、こっちは、あー、そういうことね。種類が6種類あるんですけど、半分は選べるみたいな感じですかね。そういうことかな。その6種類のうち3種類は、選択を狭めるってことかな。で、防御、あ、そういうことね。全部で6種類あって、その中からさらに防御によるか攻撃によるかっていうステータスが分かれてるっていうことですね。ほんで選べる種類が、ちょっともう一回見ますね、すみません。残爆、陰忍かな、陰忍かな、残爆、陰忍、白球が一つ目の箱。その、だからあれですね、そのステータスを理解しとかなあかんね、これ。先に図鑑で見て、どういうステータスかっていうのを見とかなあかんね。残爆がクリティカルですね。で、陰忍がクリティカル減少率か。で、白球が、ガード率。で、もう一個の下の方は、野蛮が貫通率 10%。と、神血って読むかな、これ。神に血って書いてね、神血かながダメージ増加率で、貴族、これがダメージ減少率か。そういうことか。これやったら僕は一番このね、残爆が欲しいんですが、クリティカル率ね。やけどこの陰忍とか白球引いてしまったら外れっていうことになるね。そういうことか。なるほど。これはじゃあ引き次第やな。この3種類のうち3分の1を引かなあかんってことやね。これどうしようかな。で、僕、この赤子をつけたいキャラにもよりますよね。僕は一応このゲーニッツに赤子をつけようと思ってるんですが、ゲーニッツの場合やったら、クリティカルも上げたいんですけど、まあダメージ減少率でもいいかなと思うんで、ダメージ増加率はあんまいらんけど、まあ減少率を上げたいかな、どっちかというと。ってことは下の方にしようかな。この熱改造のこの図鑑で見た時に、下の欄ですね、野蛮と人血と貴族、こっちの方が、外れは少ないって感じになるから、こっちにしようかな。
で、ステータスが攻撃か防御か選べるってことですよね。攻撃か防御か、ゲーニッツの場合ね、難しいよね。今んとこ防御に特化してるんですけど、啓蒙が来たら攻撃に特化しても面白いなって思うんで、どうしようかな、迷うとこやけどね。防御か攻撃か、まあ攻撃の方がでも安定かもしれないね、もしかして今後のこと考えると。なんで下のこのこっちにしましょう。こっちのね、そうですね、野蛮人血貴族の方にしよう。これでステータスは防御か攻撃かを選べるっていうことですかね。じゃあこれとりあえず取りますよ。じゃあ押します。いけ、特急コアを取って、さらにこっからかな、これ開けた瞬間決まるってこと。あ、もう防御か攻撃も選ばれへんのかな、どうかな、ちょっと開けてみましょうか。じゃあもうこれ開けた瞬間決まるんやったらドキドキっすね。じゃあ行きますよ。さあ行け、怖っ、あーまだやあ、なるほど、あーそういうことね、防御か攻撃までは選べるっていうことね。なるほど、だから種類をまず6種類のうち半分は選べるっていうことで、さらに防御か攻撃かも選べるっていうことですね。ただその半分に選択して3種類のうち1種類はランダムっていうことになるんで、まあ、そこは結構引き次第になるんかな。じゃあ僕は攻撃にしましょうか。こっちでいきます。野蛮、人血貴族で一番欲しいのはダメージ減少率の貴族かな。じゃあ行きましょう。これ解放しますよ。貴族来い、貴族、いやードキドキします。来い貴族、え、攻撃 HP、あ、まだ箱あんの？おい、マトリョーシカやんけ、これ。箱開けて。だから最後っすね。これこそ最後っすね。これ開けたら、野蛮か人血か貴族かもう決まるんで、僕は貴族を狙ってるんですけど、出てほしいね。3分の1やね。いきます。さあ、貴族、出ろ！来い！野蛮やー野蛮か、貫通率か。なるほど。テンプ属性415、貫通率はね、ゲーニッツどうかな、まあ悪くはないんですけどね。確かにあの上のもう一個の3種類の方のクリティカル減少率とかガード率に比べると、まあ貫通率でもいいかなと思うんですけど、まあできればダメージ減少率がね良かったかな。じゃこれでも早速つけましょうか。 S 改造ね、初赤コアっすよ、初。これをつけます。でなんか赤コアに限りね、特殊能力が発動できるみたいなんですけど、ちょっとそれも見ていこうかな。じゃあいきますよ。うおー、なんか輝いてるね、かっこいいね。これ惑星ベジータみたいやん惑星ベジータみたいな見た目っすね、これ。さあつけた、つけて、これ戦闘力はあんま変わってないな。戦闘力自体はあんま変わってないですけど、まあでもこっからレベル上げていきますからね、これで。あ、下に出てます。5個以上の赤機能装備で効果発動、毎ターン初回の必殺技発動時自身の HP を最大 HP の 12% 回復。これはこれ強いんですけど、5個も赤が必要ってことやね。これあかんやん、ちょっと待って、あかんこんなん。これ能力変えれるみたいなんで、変えようこんなん絶対あかんわ。リセットしましょう。そうですね、こんな5個なんか火くれるわ5個なんか集められへんちゅうにほんま。じゃあこれちょっとリセットしてみますね、初めて。この能力自体は結構いいんですけど、5個はちょっとしんどいんでリセットしてみよう。2個とかもあるんですよね、なんか、サークルメンバーの人2個とかの画像送ってくれたんですけど、ちょっと見ましょうか。リセットとりあえず、あ、できた。はあはあはあ、なるほど、リセットは何回も効くんかな。2個以上の赤機能装備で効果発動、登場時2ターンの間自身の行動制限率と行動制限無効率を 15% 増加。いらんな、ちょっとこれ。しかも小判でやってもらったけど、ダイヤでやる方がいいよね。ダイヤ消費ボーナスも来てるからダイヤでしましょうか。いや、これもいらんわ。ちょっともう一回リセットします。
うわー、5個しか出えへんや。これちょっとあれやな、沼やな。結構いい能力が出るまでダイヤ使わされるやつやな。5個の時点で外れっすよね。ただこれめっちゃ強いね。登場時2ターンの間自身のダメ増を 25%、 え、ダメ増とダメージ減少率 25% 増加、めっちゃ強いやん。めっちゃ強いけど5個は無理やわ。なんでリセットしましょうか。2個にして、せめて。うわー、これ同じやつやん。ちょー、もうこれ沼やわ。こんなんでダイヤめちゃくちゃ消費せなあかんのちゃん。あ、これいいんじゃない。え、2個以上の赤機能で効果発動、毎ターン初回の必殺技発動時自身の HP を、最大値の 8% 回復。これいいね。これにしましょう。やった、これいいっすわ。これにしとこう。ほんで今ゲーニッツが僕赤1個だけこれ装備してるんですよね。だからこのイベントでもう1個赤を取れば、この野蛮の能力が発動できるっていうねことになりますよね。なんで、まあ後にまた赤もね、おいおい取っていこうと思うんですけど、うん、この能力自体はまあ割かし使えるかな。悪くないですよね。毎ターン初回の必殺技発動時自身の HP 回復なんで、毎ターンですから、そうですね、悪くはないね。まあ、ゲーニッツとか今後出てくるギースはやっぱ回復効果があった方がいいので結構いいですね、これは。まあ、今後この赤機能をいっぱい入手できる機会があったら5個とかにもね設定していけるっていうことなんで、まあこのコア奥深いね、ほんまに。そしてさらにこの赤で揃えたらこの完璧っていうところのボーナスも解放されるんで、その場合は貫通率が 10% アップですね。で、特殊っていうのはさっき言ってた、赤の個数を2個か5個集めた時に発動できる能力っていうことやね。でさらにこれレベルも上げていけるんで、これはちょっと上げようか。レベルを上げて いきましょうか。 あんまりでも上がれへんな、これあんまり上がれへん。っていうかこの素材も全然持ってないんでね、ちょっと僕改造をねサボり気味なんですよね。質探索ねサボり気味なので、今後はこの現実のためにどんどん取っていこうかな。いいっすね、面白いですねこの改造。やっぱりどんどんこうやって特殊能力とかつけていけるんやったら、この赤いねコアと機能をいっぱい取りに行くね価値は全然ありますね。なのでこの鯉のぼりで、赤機能を取れますから、そうやね、ゆくゆくは取りたいな。まあでも他に欲しいもんいっぱいあるんで、まあそれをねちょっと考えた上でやっていこうと思います。じゃあ次のこのね、この鯉のぼりのイベントで、買い物するときは機能の方を取りましょうかね。確か50個やんね、鯉のぼり50個で、赤機能を取れると思うので、ゲーニッツのね機能をもう1個取りに行けば能力発動できますから、取っていきましょうか。でなんか課金と同時に、あ、これも来てるんやね。これ結構いいっすよね。まあ、鏡開きと今同時にできますから、1125ダイヤ課金したら、このラッキーボックスが何個かな、これ40個かな、40個取れるっていうことなんで、40個ってことは8個取れますね、青い鯉のぼり。なんで、まあ、鏡開き普段やってるっていう方は結構いいっすよね。まあ、こういうのも見ながらね、また考えていきましょうか。では今回はこんな感じでね終わりましょうかね。で金曜日、ギース来ますからね、僕ガチャ回しますので、神引きしたいっすね。まあ、ギース回される方ね一緒に神引きね狙っていきましょう。ではご視聴ありがとうございました。